は上野の高台のベッドインサウナにやってきました。こんな贅沢ってあるんでしょうか。あーやばいな、ジャミちゃん。あー気持ちいいな。こんにちは、田中美香です。今日は上野の高台のベッドインサウナにやってきました。ずっと気になってたんだ、ここ。見て見て、すごいよこれ。3階から9階まで全部サウナなんだって。で、個室サウナでかなりゆっくりできるみたいで、なんかいろんな YouTuber さんが紹介してて、すっごい気になっちゃって、やっと来れて予約取れたっていう感じでございます。楽しみだなぁ。サウナ大好きだからさ、めっちゃ楽しみでございます。では行ってまいります。ポチッとドキドキ。じゃーん、お部屋に入る前にお水を1本と、はい、選べるアロマでユーカリの香りロール用のやつもらいました。で、早速やってみたいと思います。まず手当てて、ピッと、どんな感じでしょう。おーすごーい。あ、すごいです。わー素敵。あ、タオルもオリジナルのかっこいいやつで、ドライヤーもなんかかっこいいレッドだね。装飾品も綺麗だし、うわなんか女優ライトだ。うわおしゃれすぎてびっくりする。なんだこれは、ゴミ箱じゃない、空気清浄機。かっこいい、見たことない、近未来です。あ、ここでテレビ見れるんだ。座るところがあって、そして、あ、これは、うわー、サウナめっちゃ綺麗。あ、水風呂もしかして、えロール用水入れるやつと、え、すごい、なにこれ、なにこれ、画期的やな。うわすごい、お水まだ入ってないんだけど、これはお水の温度が上がらないようにするために、あの冷たいお水入ってもらうために来てから入れるんだって。お水の温度まで書いて、本格的すぎる。シャンプーはしっかり触ってます。素晴らしいですね。いちいちおしゃれです。そしてちょっと肝心なサウナ、うわー、うわ気持ちいいな、これやばい。うわーこれ敷いてね、ゆっくり寝転がる。おうわー本格的。いいのかこのセット、ここにねロール入れて。さて、じゃあちょっと入ってみようかなって思います。準備してくるよー。できます。あ、その前にね、これ見て見て、健康時計みたいな、これでなんか健康を測れるのと、どうやって測るのかちょっと分かんないんだけど、すごいでしょ、なんか徹底してて。じゃあちょっと、もう、はい、早く入りたいから行ってきます。
気持ちいい。いや、ここすごい広くてめっちゃ快適ですね。プライベート空間がめちゃめちゃ広くて、はい、すごい。こんな贅沢ってあるんでしょうか。あー、やばいな。最近はもう結構バタバタしてたんで、めちゃめちゃ癒されます。温度もね、すごいいい感じ。この後もね、すごい冷たい水風呂を堪能できるということで、もうサウナ好きにはもってこいの場所ですね。たっぷりね、120分ぐらいとっても全然ここはもう満足というか堪能できちゃうなっていう感じで、あっち側にさ、テレビもあるからテレビつけて楽しむこともできちゃうよね。これね、めちゃめちゃ気持ちいいな。ここはまだできたばっかりなのかな。すごい新しい匂いがする。で、ロウリュは水をたくさん入れすぎるとサウナの温度が下がっちゃうので、ちょっとずつ入れてくださいとのことだったので、ちょっとロウリュをだいぶ熱くなってきたから、せっかくユーカリのオイルをもらったので、ちょっと入れてみようと思います。